はい、こんにちは。今日何日だったかな。半年ぶりですね、キャンプ来たの。ようやく来れましたよ。半年ぶりのキャンプなんでね、どうやってキャンプやるのかな。じゃあ紙捨て来ておりますんでやっていきたいと思います。はい、今日はですね、新幕持ってきました。ドン。はい、薪ストーブを使いたくてメガホン3買ってきました。じゃあこいつを設営していきます。メガホン2の方は随分使ってましたね。あれかなりお気に入りで使ってました。なんかね、どっかビリって破けた音したんですよ、随分前に。でポールもね、ダメになったでしょ。それから貼ってないな。これですね、煙突ポート。でね、メガホンね、随分小さいなと思ったんですよ。小さくなったなと思って、そしたら何のことはない、インナーがないんですね。まあ2のインナーがあるからそれでいけるだろうけど、もう久しぶりに貼りますからね。どうやって貼ったかね。こんな感じでいくか。四角を作るんですよね、こういうやつの基本は。こんな感じかな。はい、それじゃあポールを入れていきます。設営の方完了いたしました。冬場はですね、このスカートがあると隙間風が入ってこなくていいんですよね。それじゃあね、この薪ストーブ組んでいきたいと思います。私煙突を2本追加で買ってあります。いや重てえな、やっぱ。よいしょ。はい、設営の方完了しました。準備するのに2時間ぐらいやってたかな。じゃあ中開けてみましょう。はい、中はこんな感じですね。薪ストーブ置いて、気温がね25度ある。これね、暑い。これで燃やした日にはどうなることやらね。あっちだろうな。いや今日なんかね、焚き火でいけちゃいますね、全然。いつでもやるからね、終わり作っていきましょう。寒くなってきたような気がします。ね、20度切ってきたから。おー来た、やっと。冷えそうですね。完璧だな、完璧。はい、本燃焼始まりましたね。
聞こえるかな、吸い込み音。 GS400 の吸い込み音いやポカポカして眠いわ。時刻が16時50分です。それでね、立ち上がるとやっぱり上の方があったかいんですよ。あったかい空気が集まってなもんで、コールマンのサーキュレーター回して、循環してますね、暖かい空気を。はい、ちょっと地面の温度測ってみましょうね。見えるかな、40度。はい、見えねえか。天板の上で 195.7 度、煙突出口がね 112 度、煙突ポートのとこが73度ですね。はい、時刻がね17時40分。なんか食べますか。ピーマン、お魚、ソーセージ、しめじ、水煮、サバの水煮ね。私よく見てる無駄なしまかない道場さん、そこのね料理レシピのお豆ですね。適当なもん、ちょっと悪いか結構ね簡単にできる、料理をね紹介されてるんで、はい、これをね適当に種取って適当に切っていく。適当に切ったピーマンです、5個分。それじゃあ炒めていきます。じゃあ炒めます。サバの水に全部入れます。おっと、このお魚ソーセージを入れるの忘れてた。マヨネーズ、はい、ドーン。ガラスープ入れるの忘れた、やり直しはい、出来上がりちょっとピーマンを炒めすぎたかな。いただきます。ここか。もうねかなり眠たいっす。それじゃあね、半年ぶりかな、金宮タイ、半年ぶり業務用はい、乾杯。はい、乾杯。いやー眠い20時半、眠いっす。
いつ落ちるかわからないんで、おやすみなさい。はい、おはようございます。あいにくのね、雨模様ですね。寒い。はい、久しぶりにご飯食べましょうかね。多かったかな。これ無洗米じゃないから研がなきゃなんねえのか。ちょっと研いできます。めんどくせえな。炊飯開始。どうもね、焦げたっぽいご飯。焦げたって匂いしたもん。いきますね。原型ベーコン、ぶっといやつ。こんな感じで切っちゃうか。だんだん熱くなってきた。これでかすぎんな。パカ。さてね、問題はね、ご飯なんだよね。開けた。やっぱ焦げ臭いよな、なんか。ああ、焦げてないね。あ、バッチリだ。これでね、醤油忘れちゃったんですよ。醤油をね。醤油がねえんだよ。味噌汁からね。見てこの分厚さ。お前バカリン。ちょん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 。うまい。はい、撤収の方終了しました。いや、結構降ってますね。降り出しがね、天気予報だとお昼からだったんですけどね、もう朝7時ぐらいから降ってたかな。おかげでね、泥だらけ。薪ストーブを使って半年ぶりのキャンプでしたね。うん、すごい楽しめました。よかったです。来週もう一回行けたら行こっかなと思ってます。まあ去年もそんなこと言ってて行けなかったけどね、今年もう一回やりたいですね。いろいろアイテムありますから、半年間の間にたまった。じゃあ帰ります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。